ライアン・クリストファー・ダルは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州ウィンストン・セーラム、出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のトロントブルージェイズ参加所属。愛称は、ダルズネク。メディアによっては、ドゥルとも表記される。2012年の MLB ドラフト32巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグアスレチックスで、 プロデビュー。A-9 バーモントレイクモンスターズでもプレーし、2球団合計で21試合に登板して5勝1敗、5セーブ、防御率2.56、47奪三振を記録した。2013年は、A 級ベロイトスナッパーズ、A 級ストックトンポーツ、AA 級ミッドランドロックハウンズでプレーし、3球団合計で45試合に登板して2勝5敗19。 セーブ、防御率2.40、78奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。2014年は A 級ミッドランドでプレーし、40試合に登板して5勝5敗6セーブ、防御率2.88、61奪三振を記録した。2015年は A 級ミッドランドで開幕を迎えた後、 6月28日にトリプル A 級ナッシュビルサウンズへ昇格した。この年マイナーに球団合計では47試合に、登板しで3勝2敗12セーブ、防御率0.74、73奪三振を記録した。9月1日にロースター拡大によりメジャー初昇格を果たし、同日のロサンゼルスエンゼルスオブアナハイム戦でメジャーデビュー。 この年メジャーでは13試合に登板して1勝2敗、1セーブ、防御率4.24、16奪三振を記録した。2016年は開幕25人枠入りし、右の中継ぎとして起用されている。シーズン通じて、ブルペンの主力として定着し、リーグ9位体となる70試合に、リリーフ登板。5勝5敗3セーブ、防御率2.42、ホイップ0.87。 脱三審、吉久4.87という驚異的な活躍ぶりを見せた。2019年8月3日にディエフェとなった。2019年8月5日にウェーバー工事を経てサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。三加のトリプル A 級サクラメントリバーキャッツでプレーしていたが8月12日にディエフェとなった。2019年8月14日に ウェーバー工事を経てニューヨークヤンキースへ移籍した。9月15日にディフェとなった。2019年9月18日にウェーバー工事を経てトロントブルージェイズへ移籍した。登板することなく9月20日にディフェとなり24日にマイナー契約で参加のトリプル a 級バッファローバイソンズへ配属された。9月25日にメジャー契約を結んで アクティブロースター入りした。レギュラーシーズン終了後の10月29日に再びディエフェとなり、30日にマイナー契約でトリプル A 級バッファローへ配属された。小柄で細身の体、低めに集める、請球力が生命線、スライダーが一番の武器といった特徴は、かつてアスレチックスで育ったヒューストンストリートと同じであるため、ストリート2世に成長することを期待されている。 欠点は、速球の軌道がストレートになりがちで、一発リスクが高いこと。A 級ミッドランド時代に、ジョン・アズディン投資コーチの指導を受けて、脱参心力が向上した。ありがとうございます。